バス釣り水中ナビ。今回ご紹介するポイントは相模湖岩底のシャローフラットエリア。9月、天候は曇り、水温20度、水深 1.5 メートル。雨の後、濁りが入った水中でバスたちがベイトフィッシュを追い回す。マッチザベイト、そのフィールドでどの魚がバスの餌となっているのかを知ることが極めて重要であることは言うまでもない。シャローフラットでいつフィーディングが始まるのか、バスの水中での行動パターンをより多く知ることが釣果につながります。